佐々木明彦は元競輪選手。佐賀県武雄市出身。日本競輪学校第43期卒業。現役時は日本競輪選手会佐賀支部所属。師匠は西村康弘。初出走は1979年4月13日の豊富競輪場で初勝利も同日。父母ともに元競輪選手であり、また兄、弟も。 競輪選手という競輪一家に生まれ育つ。佐賀武雄高校在学中は、インターハイ、国体等で活躍。1978年には、日本競輪学校に入学し、第43期生となる。競輪学校時代の同期には、在校1位の北村徹、高校時代は、バレーボールの選手から、適正試験で入学し後に、佐々木の親友となる、滝沢正光。 佐々木とは、高校時代同級生であった小川博美、社会人野球出身の富原忠夫などがおり、43期は、例年になく、ハイレベルという評判が持ち上がり、皆競輪選手になってからも、その期待通りの活躍をしていた。そんな中、佐々木は1983年の岸和田記念を、制したあたりから特別競輪でも活躍できるのではないかという期待を持たれるになった。 1984年、同期で仲良しの滝沢が、地元、千葉競輪場で開催された日本選手権競輪で、初の GI タイトルを優勝したが、この結果に、佐々木も期するものがあったが、滝沢は、当時すでに、GI タイトルはいつでも奪えるという見方がされていた。しかし佐々木はまだまだ、中野光一、井上持長という九州の二大看板の引き出し役に過ぎないと見られていた。 同年の高松具売決勝。佐々木は中野、井上を従え、九州軍団の先人役を務めることになった。対するは山口健治、山口邦夫の山口兄弟に加え、片岡勝美、国松と下家の岡山勢も加わった、フラワーライン。残りあと2周の時点で、佐々木は片岡と並走状態となったが、ジャンで、 片岡に一社譲って国松と並走する形となった。そしてその後ろも当然並走。インに中野井上、藤巻登る、アウトにケンジ国を佐藤正一。そして残りあと一周の地点で波乱が起こった。ケンジが中野にプッシュをかけたところ中野が転倒。これに井上、藤巻も乗り上げてしまった。その後片岡が逃げの態勢に入ったが、 バック付近で、佐々木が国松をどかして、片岡の番手をダッシュ。そして直線に入って、佐々木は片岡をかわし、優勝を果たした。僕のような、弱い者が勝ってしまって、と、佐々木は優勝インタビューで恐縮していたが、それでも滝沢に次いで43期生として2番目の、GI タイトルホルダーとなった。そして翌年も滝沢がタイトルを取れば、 佐々木がそれに続くという形となった。1985年の8月に第1回となる全日本選抜競輪が前橋競輪場で開催された。先の高松食いバ決勝で豪快にめくって勝ち2度目のタイトルを奪った滝沢は決勝進出を逃していたが、このごロけがに泣かされ続けてきた中野が同月下旬に開催される世界選手権プロスプリント9連覇向けて、 万全の体制を敷いており、初物に強い中野にとって、第一回のタイトルは、ゼガヒでも欲しかった。もちろん決勝でも、人気の中心。一方、佐々木は今度は、中野マークの策に出た。レースは、清島正一が逃げ、これを中野がめくる展開となった。中野は四角で清島を捉え、優勝は、目前と見られたが、マークの佐々木が、井上並みの、 鬼足を披露し、最後は中野を4分の1は差し切り、初代全日本選抜優勝者の座に就いた。佐々木は1991年の高松グーバイでも2度目の聖覇を果たしており、3つの GI タイトルを聖覇した。その後は一時期糖尿病を患い成績を落としたこともあったが、S 級の選手として活躍を続け、また長い、まじの探し部長として、 選手会の事務を兼務しつつ、競争に出走していた。2011年4月に、弟子の原司と交代する形で、佐賀支部長から退き、日本自転車競技連盟の理事に就任する。その後6月に、地元の竹岡林場で開催される S 級シリーズ第4回東証 S に挑んだ強者たちへ、初めて圧戦されたことが明らかとなり、動向が注目される中で、 レースに出走していたが、同開催最終日の6月29日に、第 10RS 級特選で3着となった後、開催終了時の場内セレモニーで引退を表明し、直後に行われた記者会見では、思うように練習やレースができなくなり決意したとコメントした。同年7月7日に S 級に犯罪医のまま選手登録少女。引退後は、競技連盟の理事として、 選手の育成に携わる一方、専門解説者やゲストとして、実況中継にもたびたび出演している。なお、竹岡輪場では2012年より改めて、第1回当初、佐々木明彦杯を開催することになった。2016年より、日本名林会に会員として加わる。前世紀から、追込主体の先方だが、身長162センチメートルという、 小柄な体格にもかかわらず、同県の井上持長にも引けを取らない縦足と横足を持ち、常に妥協を許さないレースぶりを心がけ、九州勢の中核として、格好たる実力を誇っていた。同じ九州の中野光一が、天才、井上持長が、鬼足の異名を持つのに対し、佐々木はその気迫あふれるレースぶりから、東匠の異名を持っている。このほか中野、 井上に次ぐ九州ナンバー3の存在という意味合いを込めて第3の男とも言われた。AB 公営競技の主催者は、交渉面から現役選手にスポットを当てることは避けているが、当初のフレーズと参加選手の顔ぶれから、S が佐々木本人であることは推測できた。ありがとうございます。